県岩駅は大韓民国インチョ町港域市西区県岸道にある空港鉄道と新川交通公社の駅である。インチョ町国際空港鉄道には水色直結線経由で KTX も型乗り入れしていたが2018年3月以降運休しており8月31日に正式に廃止となった。島式ホーム2面4線の地上駅。 内側2.3番線を空港鉄道の一般列車が使用し、外側1.4番線は直通列車の通過線となっている。2.3番線にはフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。1.4番線はかつて空港鉄道の列車発着に使用されていたが、ホームの提唱か延伸及びホームドア撤去工事が行われ、KTX 専用ホームとなった。 KTX の乗り入れ廃止後は使用されていない。2010年の全線開業時より一般列車の半数程度が当駅でソウル方面へ折り返しており、ソウル方面行きの列車は昼間の場合約6分間隔となっている。乗り場地上4階建ての駅舎で2階に改札口、1階に出口と空港鉄道との乗り換え通路、4階にホームがある。ホームは 相対式に面二0を有する。乗り場近年の一日平均乗車人員推移は、下記の通り。AB、インチョン空港発着の KTX、8月末で、廃止。な、アジア、https コロンスラッシュスラッシュ www.nna.jp ドッドットスラッシュニューススラッシュショースラッシュ一七九六零八八十二千九 2020, 2016 2 0 1十1二2 0 2 0 1 6から 230http コロンスラッシュスラッシュ www.incheon.go.kr スラッシュボードスラッシュ128スラッシュ 1939560ktx 連合ニュース http www.yanhappynewsco.kr ブレティン2018-03 21-02-0-0-0-0-0-0アクレ 2K180 兆3210億8630万 3HTML ありがとうございます。